こんにちは、アトラゆなみです。今日はですね、うちのマイロがにサプライズプレゼントちょっと用意しました。今ちょっとマイロがディズニーの英語システムっていうのをちょっと勉強してるんですけど、それに出てくるキャラクターでカエルのフロギーってやつと、あとウサギのバーニーっていうキャラクターがいて、そのなんかパペットがすごいなんか欲しいって言ってたんですね。で、なんとこちら買っちゃいました。もちろんサプライズプレゼントなので、マイロに後であげようと思いますが、反応が楽しみですね。カエルはフロギー、フロギー、ウサギはバーニー、バーニマイロよかったね。マイロのとこに来たんだって、フロッキーとバーニーが。カエルの真似してる。マイロ、フロッキーとバーニーだ、これ本物来たね。マイロ欲しかったもんね。かわいいかな。フロッキー、バーニー、マイロに会いたかったな。フロッキーとバーニー、マイロ会いたかったよ。本当ね、バーニーだね。フロッキーだね、こいつ。フロッキー、なに、なに、マイロ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 、ハロてる。本当ね。フロッキーとバーニー映ってる。リボン。そうなんや。これリボン。フロッキー、これは？うん？これおへそ。おへそだよ。バーニーもあるよ、おへそ。おへそ。おへそ。何や？これもおへそ。気持ちいい。メロも行ってみて。気持ちいい。メロの話も入ってみて。もしゃ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 。あんまり触るとお腹痛くなるよ。何するの？何するの？クク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 クマイロになるね。マイロのおもちゃになるこれ。そうなの？うん。遊ぼう。ただマイロからしたら。イエーイ。よいしょ。マイロ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 。フロッキーが邪魔だ。フロッキー。なにやばフロッキー。だって。フロッキー見てるよ。来た。なんなの？見て、マイロ。フロッキーとバーニー出てるよ。あれして。あれ？これはベビーじゃないし。ベビーだよ。ベビーだね。これ赤ちゃんの。じゃないで、パパのし。
パパの足ちっちゃいね。ピチパネ。これは大きいよ。いいね。くしゃ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 。当てて。やばいに当たって。やめろ。お願いします。マイロもう一回言って。はい、もう一回。